皆さん、ここはアメリカの西部のある町です。その町に大変なことが起こってしまったのです。何が起こったのか、これから僕がお話ししましょう。ある日、一人の偉い人が亡くなりました。その人はシーワー・クッチャー博士といって偉い科学者なのです。クッチャー博士の財産は3000億円だそうですな。いやいや、とんでもない、4000億円という話ですよ。アーメン。クッチャーの財産はどの銀行にも預けてないそうだぞ。する程度どっかに隠してあるのかな。ここは確かクッチャー博士の家なのに。いや、アトムじゃないか。あなたはどなたですか？わしかね、わしはクバルといってな、ご覧の通りのしがない郵便配達じゃ。でもどうして僕のことを？なにね、わしはクッチャー先生と仲良しでな、君の噂をよく聞いたもんじゃ。ねえクバルじいさん、一体全体に何があったんですか？何があったじゃと？クッチャー先生のお葬式があったんじゃ。わざわざ日本から何をしに来たんじゃね、坊や。そんな、じゃあ博士が死んだなんて。死んだからお葬式があったんじゃ、当たり前じゃないか。まあ、待ってください、クバルじいさん。お茶の水博士はどこに？今お墓の中におるわい。クッチャー先生の骨を埋めにな。クッチャー博士が死んだなんて、そんな変なことってあるものか。死んだ人が僕のところへ電話をかけてくるなんて、そんな変なことって。偉大なロボット科学者、ロボットの父、チーワー・クッチャー氏の霊よ、安らかに眠れ。市長として我が町の偉大なる科学者を失って誠に残念です。お茶の水博士。いや、アトム。クッチャー博士が亡くなったって本当ですか？本当ですかじゃと。アトム、何を言うんじゃ。わしは今朝間違いなく先生の亡骸を缶に入れたばかりなんじゃ。まったくこんな悲しいことってあるもんかね。おかしいな。何がおかしいんじゃ。だってクッチャー博士から僕のところへ電話があったんですよ。電話じゃと？いつ？今朝ですよ。今朝？先生そんなバカな。だから僕わざわざアメリカまで。もうよせ、あっとも誰かのいたずらじゃ。でも。それでここまで来たのか。日本へ帰りなさい。はい。身寄りのない博士の財産ですからね、誰がもらうかもったいざますよ。そりゃ何と申しましても、私たちみんなのものざますわ。日頃からご尊敬申し上げたんすからね。婦人会も寄付してくださるはずなんだっしょ。なのよ坊や、本当のことを教えてください。クッチャー博士は本当に死んだんですか？坊やどこか壊れてんじゃないの？坊やの電子図を直してもらった方がいいわよ。僕には信じられない。ねえおじさん、クッチャー博士は。ほら、どこ行く。クッチャー博士に会いたいんです。何、クッチャー博士に会いたいんだと？どうしたのかね。この子がクッチャー先生にお会いしたいというのであります。博士は生きているんですよ。何、生きている？脅かせないで坊や、かわいそうに気でも狂ったのかな。死んだのは嘘です。僕博士から電話をもらって。もういい、嘘もいい加減にしろ。大人をバカにするとわしは許さんぞ。この小僧をつまみ出せ。待ってください、待ってください。そのロボットをわしに預けさせてもらえんかね、所長さん。お茶の水博士ですな。よろしい、いいでしょう。でも本当にクッチャー博士の声だったんです。アトム
分来てくれ、君の手助けがいるって。何かの間違いじゃよアトム、そんなことあるわけがない。じゃあよ来い。来たか、よしよし。市長入ります。よし。うわっ市長、いたずらはやめてください。じゃあは人相の良くない人間を見ると飛びかかるんじゃ。何のようだ。あ、クッチャー博士のですね、これ遺産を今からですね、よせ、ギャー調べるそうです。これ、ちょい、な、焼き鳥にしちまうぞ。わかったわかった、あの男を焼き鳥にしちゃうよ。そんな市長、大胆な。そんなことよりクッチャーの財産を調べるんだ、一緒に来い。クッチャー博士はきっと生きていますよ、博士。まだそんなことを言ってるのかい、アトム。さて、お立ち会い、皆さん揃ったようですので。990411、戻って992746、そして最後に110。おーこれは何ということだ。聞き快快な話。どうしたんじゃい。ガラクザー、行ってもないよ。何だじゃ。ほら、何だ。あの、アーシャ君、今日皆さんお揃いで。これは一切もございませんね。逃がしが捕まえろ。さあ、つっかい棒して逃げようぜ。捕まるもんかってんだい。この穴だな。200年前のゴールドラッシュと全く同じじゃわい。あ、じゃあここも。ねえお前さん、本当にそんなところに財産があるのか。あったりめえよお前、博士は昔ここに住んでたんだ。あんなところまで掘り始めた。博士の遺産探しで町中気違いみたいですね。町のどこかに遺産が埋まってるなどととんでもない噂が流れたもんじゃ。わしゃ帰るが、アトムはどうする。博士の死んでいることを確かめてから帰ります。なんでじゃこんなところを掘り返しちゃ。博士の家の中まで探すとは何たる恥知らず。あとはもうすぐ帰るんじゃよ。はい。一体どういうことじゃ。ここには遺産はない。だけど博士からの電話もおかしいし、どこを探しても宝が全然ないっていうのもおかしいな。クッチャ博士、教えてください。そうか、町中の人間は我々の作った噂で宝探しをやっとるか。でも市長、いいんですか。クッチャー博士のことだ。簡単に見つかるところに隠してあるものか。町は今に宝探しでめちゃくちゃになる。そこでめちゃくちゃになった町を作り直すと言って、作り直すと言って町中を根こそぎぶち壊し宝を探す。へへ、どうだ。結構ですな。早速ぶち壊しのお支度を。何、アトムが来てるんだろ。アトムを騙して何とか手伝わせるんだ。アトムを騙して手伝わせる、いいですな。皆さん、これから市長の命令で町を壊します。宝探しで壊された町を建設するためです。協力してください。バカバカバカ、この町はわしを作ってくださった先生の思い出の町なんだぞ。誰が壊させるもんか。クバルじいさん、町をご覧なさいよ。こんなになっちゃったんですよ。作り直した方がいいと思うけど。確かにそうじゃ。え、ダメじゃ、反対、絶対反対。反対。そろそろ仕事を始めてもいい頃じゃないのかね。でもこのおじいさんが絶対反対だって言うんです。おじいさん、聞き分けのないことは困りますな。そう、困りますな。何が困るんじゃい、絶対に壊させんぞ。アトム君、さっさと始めたまえ。はい。
の通りだ。取り壊しをやめなければわしを殺すというんだ。クバルじいさん、なんじこの町はちゃんと作り直すんですよ、クバルじいさん。うるさい、あっち行け。出てけ、よそまの小ザメ。そんなこと言って出てけ、小ザメ。あれ、玉がなくなっちゃった。クバルじいさん、気が済みましたか。何の小尺だ。クバルじいさん、気が済みましたか。捕まえろ、ギャー。あ、ショウさん。いいか、アトム君。ああいうロボットはいつまでも邪魔をするものだ。ロボット病院にでもぶち込んでやる。あ、クバルじいさん。コンクリートや木は粉々になって、その他のものはこうしてここに出てくるのです。宝がどこに隠してあっても間違いなく探し出せるわけだな。お金だ。こんなに早く入るとはな。おや、なんだ、手紙か。ところでアトムは働いとるだろうな。そりゃもう子供ですから、騙すのも簡単で、一生懸命で。そうか。アトムをやっつけたのか。困ったやつだな。アトムをここへ連れてくるんだぞ。ついてこいって言ってるんだな。あ、あっちの方へ飛んでいくぞ。アトム。は？アトム、ここにおいで、私の脇に。クッチャー博士の声だ。博士、やっぱり生きていたんですね。アトム、おいで。はい。聞いているかい？はい。アトム、私は確かに死んだ。しかし死にたくなかった。僕、悲しいです。だが私は死ぬ前に、私の心を電子頭脳にすっかり移して、この銅像の中に入れてもらったのだ。私の目の代わりをこの鳩にしてもらっているんだよ。アトム、よいか。この町を壊してはいけない。絶対にいけない。え、なぜです、なぜ。お前は騙されている。市長たちは私の財産を横取りするために町を壊しているんだ。財産の在りかは私とクバルじいさんだけが知っているんだ。アトム、悪い奴を倒してくれ。そうか、騙されていたのか。アトム、頼んだぞ。はい。行け、勇敢な少年よ。
何？アトムが働いてない？一体どうしたというわけだ？それがです。あの機械も動きませんし、アトムもどこへやら。どうもおかしい。じゃあ様子を見てくるんだ。アトムとてバカなロボットじゃない。よし、万一のために奴らを使おう。おい！お呼びですかな、市長殿。まあな。何？アトムが来る？いいか、翔くん。細工は流々、仕上げをご老次郎ってね。なるほど。あれではアトムは手が出まい。あそこから落っことせば、ホッパーであのじいさんは粉々ですからな。アトム君どうしたんだね。僕はお前たちの悪だ組をみんなクッチャー博士から聞いたんだ。クッチャー博士？いやあ、死人が生き返ったのかね。そりゃ博士は死にました。でも心は銅像の中に生きています。銅像？そいつが話したのか。そうです、博士は死んではいません。さあ始めろ。よし、ホッパーを回せ。あいあいさ。アトムもおしまいでさね。いや、静かに一人。なに、クッチャーより市長へ。アトムとクバルの命を助ければわしの宝を譲る。本当かね、ハートさんよ。イエスだと。よし、二人は助ける。何、クバルの左の耳を右に回せ。それは一体どういう意味なんだ。まだ何かあるのか。ハゲタカに言ってやれ、私はロボットのハートだ。左の耳はこっちじゃな。触るな、気がらわしい。えい、痩せても。宝だ。こんなところにあったのか。わからなかったはずだ。一体何億円あるのじゃろう。市長、お手を。手柄わし。いや、まさにまさに。触るな。これみんなわしのもんじゃ。ちょっと市長さん、そうはいきませんぜ。私たちの手伝い賃をいただかなくちゃね。まあ半分はもらえますかな。そんなバカな。ロボットハトメ、アトムをクレーンから助けたぞ。ホッパーの中に落ちたならこっちのもんだ。じゃあ市長さん、我々はアトムをぶち壊したら失礼させてもらうよ。そうかい、しかしそう簡単に行くかな。強がりはよせ、市長さん。強がりだと思うかね。うん、うわぁ、目をやられた。うわぁ、兄貴、じゃあ上にいるやつをやっつける。あ、何か起こったのかな。なんだあれは。ハートの大群らしいですよ、市長。あれ、すごいや、ハートの大群だ。ロボットハートが先頭だ。そうか、分かった。あのハートは本物のハートを集めたんだな。
おう、ジャーがやられた。ロボットのハトメが。アトム、置いてこい。置いてきてみよう。やっつけてやる。ハト君、僕を下ろしてくれたまえ。あの二人を捕まえなくちゃ。下ろしてくれるかね、ハト君。気負ったな、アトム。それ、アトムをやっつけろ。殴れ。やつはエネルギーがないから大丈夫。アトム、胸の中にこのピストルの弾をぶち込んでやるぞ。ロボットハトのエネルギーをもらったんだ。待て。とうとう人を殴ってしまった。でも僕が騙されたばかりにこんなことになってしまった。町中めちゃめちゃに。アトム、お前が騙されていたからといってそれはお前の責任ではないのか。わかるかね、アトム。はい。ロボットは正直で清らかだ。みんな人間が悪いんだよ。私はロボット学者としてロボットを永久に見守ってやりたい。それでこんな姿になったのだ。ダイヤモンドはクバルじいさんに預けた。私はあれを人間やロボットのために尽くした人に与えたいのだ。アトム、私がお前を呼んだのはそのためなのだ。年に一度ここに来てダイヤをその人に渡す使いになってほしい。アトム君、やってくれるね。はい、博士。僕喜んでまいります。よし、来年の今日ここに来てくれるね。はい、では博士、さようなら。来年か。元気でな、ボーイ。